こんにちは。今日もおやつを食べつつ、お茶を飲みつつ、刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。今刺しているのはホビーラホビーレさんの変わり家紋を刺しているところです。今日はこの変わり家紋を刺しながらおしゃべり動画を撮っていこうかなというふうに思います。ここ最近のおしゃべり動画はずっとオリンパスさんの刺し子布巾、印刷済みのね布巾を使って自分でいろいろこう模様を入れていって寄せ模様にアレンジしていくっていうのをずっとやってたんですけれども、前回までねやっていたのがこの野脇を使った寄せ模様アレンジをずっとやっていたんだけれども、これが完成したので、本当はね次また新しい寄せ模様でおしゃべり動画撮っていきたいなとは思ってたんだけど、今ちょっと寄せ模様準備中なのでまだ刺し始めていなかったので、今日はなのでこの変わり家紋をね刺しながらおしゃべり動画を撮っていこうかなというふうに思っています。こんな感じでよく私はおしゃべり動画をアップしているんですけれども、まあね、刺し子しながらなんかゆるーっとおしゃべりしている感じの動画になりますので、よかったらね、まあ皆さんも一緒に刺し子しながらだったり、まあ、刺繍だったり編み物だったりね、何かお好きな手芸をしながらとか、もしくは家事をしながらとか、何かね作業 BGM 代わりにラジオ感覚でね聞いてもらえたらいいなと思っていつも動画は撮っていますので、まあ、よかったらね皆さんもお好きな時間にしていただけたらなというふうに思います。おしゃべり動画はね結構もう数が増えてきていて100本以上にはなってきているので、一応ね再生リストっていう項目があるんですけれども、その再生リストの中におしゃべり動画だけが入っている再生リストがありますので、まあ、よかったらね古い動画も何か気になるタイトルのものとかあったら聞いてもらえたらなというふうに思います。まあ、大体は手芸が、まあ、私は好きなので手芸に関する話が一番多いんだけれども、まあ、あとは昔よくなんか読んでた小説の話だったりとか、あと映画見るのも好きだったのでなんか映画の話とか映画紹介とかしている時もあるので、あとなんかカルディに行った時のおやつ紹介とかそんな感じかな。なんかそんな感じでねゆるっとしたおしゃべり動画がたくさんありますので、まあ、よかったらね作業時間のお供にしていただけたらなというふうに思います。と今刺しているのはね、これはその変わり家紋ね、ビーラホビーレさんのなんですけれども、これをね刺そうと思ったきっかけの出来事があって、まあよくね私の動画いつも見てくださってる方はあの話だねってわかると思うんですけれども、6月だったか5月だったか、ちょっとどっちだったか今怪しい感じがしてる、多分6月だったかな、5月のライブ配信の時に、あ5月だったかな、まあ、とにかくねどっちかのライブ配信の時に、なんかいつもねライブ配信はだいたい皆さんとこうチャットを読みながらおしゃべりしてる感じの、なんかおしゃべり動画のライブバージョン的な感覚でライブ配信はいつもやってるんですけれども、まあそれでライブ配信中にねコメントもらって、なんかちいさんの好きな刺し子の柄3つ教えてくださいっていうコメントが来て、で私3つって言われたら何かなって迷ったんだけど、柿の花と十字花刺しは多分好きな模様って聞かれたらいつも言ってるかなと思って、で3つって言われたからあともう1つは迷うって言ってて、でその場ですぐ答えられなかったので、ライブ配信中にね来てくださってる皆さんに、よかったら皆さんも好きな模様何かチャットで書いておいてくださいって言ってたんです。でそしたらその時にね、変わり家紋って書いてくださった方がいらっしゃって、いや変わり家紋かわいいよねって、このねビーラホビーレさんで出てるものだったり、そう変わり家紋かわいいねっていう話をそこでしてたら、そしたらねなんかよく来てくださる方が、また別の方がね、なんか変わり家紋って聞くと可愛家紋を思い出しますっていう感じのチャットを書いてくださって、そこからもうみんながさずっとつぼってて、わ本当だ変わり家紋って可愛家紋に聞こえるみたいな、ちょっと私ももう言い間違えそうなぐらいなんですけど、そこからもうさその日のライブ配信ずっと可愛家紋の話題で超盛り上がってて、なんか懐かしいとか、可愛家紋さん
最近はこう中堅俳優としてなんかすごく人気がありますとか、ね、なんかドラマに出てましたとか、なんかいろんな話になってさ、それでその日のライブ終わった後もなんか結構みんながその可愛がもんがツボだったみたいで、インスタなんかでもねそのことを話題にしてる方が多かったんです。でそしたらなんか気づいたら結構周りの皆さんが可愛がもんを差し始める方がちらほら出てきていたので、なんか小さなライブでね可愛がもん見たから可愛がもん差しますみたいな感じのことを書いてあったので、それめっちゃ面白いと思って、なんかそのムーブメントに私も乗っかって、じゃあ私も可愛がもん差そうってなったのが7月の頭ぐらいだったかな。そう、そこから刺し始めてたのか刺そうと思って買ってそのままだったのかちょっと忘れたけど、ちょっとねなんだかんだゆっくり刺してたらもう8月の後半じゃないかっていうところではあるんですけれども、まあ、それで一応タグ、インスタでもタグ作ろうと思って、かわいがもんじゃなくて変わりかもんっていうタグを作って、そしたらね、まあ、何人かそこにねお写真アップしてくださってね、そうさ、もう完成した方はもう早くね完成されていたんですけれども、まあ、私もまだゆっくり刺してますので、9月中まではまだこの変わりかもん刺してるんじゃないかなと思いますので、まあ、よかったらねこれから変わりかもん刺す方がいらっしゃったら、よかったらこの可愛がもんじゃなくて変わりかもんっていうふざけたタグにはなりますけれども、それをね使ってもらえたらなというふうに思います。ちょっとね今日はそんなわけでこれをゆるっと差し進めていこうかな。そう、今回ねこの変わりかもんを刺すにあたってちょっとイメージしてるものがあるんですけれども、まあねライブ配信とかおしゃべり動画でちらっと喋ったかもしれないんだけれども、あとはインスタに載せてたりとか、まあ、ブログにね載せてたりするんだけど、なんかね色のイメージを、一応糸をねこの3色を使おうっていう風に思って、でなんでこの3色を選んだかっていうと、アナスイね、ブランドのアナスイをイメージして、もともとこの紺色が家にあったの、紺色とこのミックスの色があったので、これとこれでなんか紫を足したらアナスイっぽくなるかなと思ったので、ちょっとまあざっくりとしたイメージなんですけれども、それでねちょっとアナスイっぽくなればいいなと思ってこの今回の布巾は刺しています。まあ、そういうイメージでねやってるんだけれども、そしたらさ、なんか私がアナスイの話をしたから、なんか皆さんがね私もアナスイのイメージで刺しますって言ってくださって、紫色を使ってねなんかいい感じで、あと蝶々のモチーフ入れたりとかしながらね、なんかそれぞれがイメージするアナスイ風の布巾ができていったと言っててね、またそれもね見せてもらえてね楽しいなと思ってね、ありがとうございます。そうで、アナスイの話をしてたんだけど、あ、何が話したかったんだっけ、あ、そうそう、で学生の時にね私アナスイがめっちゃハマってて、そう、特にね、まあ、大人になってからもちょっと好きだった時期ありますけど、最近はあんまり買わないかな、だいぶ好みが変わってきたのでね。で、そのまあ私ねブログにもそのこの変わりかもんの投稿載せてたりするんだけど、そしたら私親戚のおばさんがね、まあ、よく私の祖母の話をするじゃないですか、その祖母と一緒に住んでくれていたおばさんがいるんだけれども、そのおばさんもねブログを読んでくれてるみたいで、そしたらおばさんが私のこの変わりかもんのアナスイのイメージを使って刺していきますっていうくだりを読んでくださったみたいで、なんか私の母にね連絡くれたみたいで、なんかチーがアナスイ好きだったの懐かしいっていう話をしてくれたみたいなの、なんかすごくハマってたよねって言って、で私ね多分ね社会人になった記念だったと思うんだけど、そのおばさんがそのチーがアナスイ好きだからって言ってデパートでアナスイのね定期入れ、地下鉄とかさバスの定期券、 IC カード、交通系 IC カードを入れる定期券もそのアナスイの買ってプレゼントしてくれたんですよ私に。でなんかそのことを思い出したっておばさんがその私の母にね電話してくれたみたい で、私もそういえばそれもらったと思って、まあもうすごい前なので
そのナスイの定期券ボロボロになっちゃったからね、もうごめんなさい、もう処分しちゃって手元にはないんだけど、そうそう、その話をエピソードをなんか言ってくれたおかげですごく思い出して、なんかねピンクの、そうナスイには珍しくねピンクだったの、ちょっと淡いピンクのパスケースで、あ、パスケースっていうかパスケースで、でなんか蝶々の刻印が入ってるものだったんだけど、あ、なんか懐かしいと思って、なんか しかもそのおばさんが私がナスイにハマってたことも覚えててくださってたのがなんか嬉しいと思ってありがとうございます。まあなんか YouTube は見てるのかな、わかんない、なんかブログは読んでるって聞いたので、まあ、YouTube はねちょっと見てないかもしれない、おばさんは。そう、まあなんかそんな懐かしいエピソードをもらってちょっとなんかほんわかじんわりしていたんですけれども、この間なんかそういうなんか物の思い出とかってありますよね、プレゼントもらった時の記憶みたいなさ、あ、なんかあの頃そうそうパスケース、ピンクのパスケース使ってたわと思って、ちょっとなかなかね今だったら自分はあのそういう淡い可愛いピンクはなかなか選ばなかったりするんですけど、そうそう、なんかナスイ懐かしいなと思って、皆さんもなんかそういうのあります？好きだったブランド、このブランドあの若い頃好きだったなとか、なんか思い出すなみたいなさ、そうそう、なんかあの頃思い出すみたいなのありますよね、学生の時ハマってたなみたいな。そう、私蝶々のモチーフが好きで、そうそう、最近それで思ったんだけど、私だからミナペルホネンも好きになったのかなと思ったりして、どうだろう、そのつながりがあったかな、なんか北欧系が好きになったりとかしたのと同じぐらいの時期にミナペルホネンも好きになって、最近はすごいミナペルホネン、ミナがねすごく好きなんだけど、でもほらミナも蝶々のモチーフ入るじゃないですか、このマグカップミナの蝶々なん、あ、ミナのマグカップなんだけど、コラボしてる、そう、蝶々が入ってるなと思って、あ、そうそう、なんかねこの間インスタでトークテーマを募集したの、なんかもし何かねアイディアあったら教えてくださいって言ってストーリーズで募集してたんですけど、そしたらなんか色合わせについてなんか話してほしいっていうのがあったんだけど、また別の機会にね詳しい話とかできたらいいかなと思うんですけど、まあ、一応なんかさっき話したみたいにこういうアナスイっぽいみたいなのとか、私結構なんか何々っぽいとか、こういうイメージみたいな感じで色を選ぶことが多い気がしますね。なんか夏っぽいサイダーのイメージみたいなとか、秋のモミジのイメージみたいな結構イメージで選ぶかも。まああと参考にしているのって言ったら、なんかそういうアナスイだったりとか、まあミナみたいに自分が好きなブランドのなんか色合わせを参考にしたりとか、それは結構あるかな。あとテキスタイルのブランドが結構好きなので、あの布とかね、ああいう柄とか見るのが好きなので、まあちょっと前に話してたマリメッコっぽいものとかだったりとか、あとは、まあ、あの花柄とかだったらね、リバティの柄とかも好きだし、あと昔ねキャスキットソンが好きだった時期もあったので、キャスキットソンはあれはイギリスだったかな、ロンドンだったかな、あ、そうかな、まあ、日本だとねもうミナペルホネンがすごく好きなので、あれもテキスタイルいっぱい柄があるので、なんかすごく参考になるかなっていう風に思ってますね。皆さんもなんかね、お好きなブランドだったりこういうデザインをよく参考にしますみたいなのがあったらね、ぜひ教えてください。そうそう、前に、あ、そうそう、前になんかアデリアレトロをね教えていただいた時があったんですけれども、あれどこあるかな、そうそう、前にねコメントで私はアデリアレトロをよく参考にするよって言ってくださった方がいらっしゃって、それでその時に私もアデリアレトロね初めて知ったんだけど、それをきっかけに使ったのがこちらですね。これはセリアの小花雑誌の付近なんだけど、でちょっとなんかレトロっぽい色味のもので選びました。そうそう、私あのそれこそ色の話だとちょっとマニアックかなとかな、その色彩の勉強もしてた時期があったので、試験受けたりとかね、あのカラーコーディネーターの資格の試験とか、そういうのでなんか色の勉強するとやっぱり
なんか色相環とかあのこういう色のね並びのものとかがあって、これとこれを合わせるとちょっとこうなんていうかな、合いづらいっていうか、なるべくね調和が取れた色合わせっていうのがあるんです。落ち着く組み合わせっていうか、でこの青とオレンジがどちらかというと反対側にある色 でしかも結構あのサイドもあのサイドっていうと色の鮮やかさなんですけど、鮮やかさも結構強い色味だから、オレンジと青を組み合わせようっていうのはその私の概念の中ではあんまりなくって今まで。でもそのアデリアレトロ のパッケージ見た時にこのオレンジと青と水色がなんかすごく調和されてるパッケージだったので、あなんかオレンジと青を組み合わせて水色を入れたらいい感じになるんだっていうのがすごい私の中で衝撃だったのねそれでその時はねこれで初めてやったんだけど、なんかそうそう、だからなんかね色の勉強をしたはしたけれども、その概念にとらわれずになんかいろいろ組み合わせてチャレンジするのも面白いのかなっていうのは最近思ってますね。でもついついなんか自分はやっぱりそのなんか ルールというか色の基礎みたいなのを勉強してしまったがあまり冒険しづらい部分はあるんだけど、なんかそういう風にデザインとかを見た時に、あこれをこの色合わせをちょっとやってみようかなみたいな、なんかねお菓子のパッケージだったりなんか化粧品のパッケージとかだったりね、あと電車乗ってる時のなんか広告とかさ、中吊りの広告見た時のあの組み合わせインパクトあるなとかね、なんかそういうのがねいろいろ参考になって面白いのかなっていうふうには思います。あちなみにね今私は紺色で刺した後に今紫色で刺していってるんですけれども、紺色をね刺した時に一応糸の長さをカウントしてたんだけど、糸はね紺色は約12m50cm 使ってます。これだから同じように紫も 12m50cm ぐらい使うと思います。で紺色と紫を刺したら最後にこのミックスの糸でこのお花の周りの部分もね一応ミックスで刺そうとは思ってるんだけど、これね私前にセリアの尻尾つなぎをこんな感じで刺してるんです。赤とピンクと2色使いしてるんですけど、この時にこんな風にやったらなんか赤とピンクのお花がこう交互に並んでるようになったので、これと同じような感じにしたいなと思って今回これで紺色とね紫のお花が交互になるかなっていうところですね。ちょっとこの大きいカーブのところにミックス糸を入れるからまたちょっとこれとはイメージ変わるかもしれないんだけれども、まあちょっとやってみようかなっていうところです。今日のおやつはねこれもうおなじみのカルディの豆乳サンドビスケットなんですけれども、なんかねどなたかがインスタにアップしてて、アソートパック出てるのと思って、それでカルディに行った時に私もチェックしてきたらですねありました。これカルディの豆乳サンドビスケットのそのアソートパックね。で今回はねピーナッツと塩バニラといちご味が入っている、なんとかなんていうのすごくお得ないろんな味が食べられますと思って買ってきました。そうで今日のはねこれピーナッツなんだけど、あのねすごいの、あのピーナッツの香りがさあのピーナッツバターみたいなすごいこってり香ばしい感じです。ピーナッツ苦手な方はもしかしたらピーナッツバターみたいな感じの香りだからちょっと強めかもしれないけど、私はすごく好きでした。これね同じアソートパック買ったよっていう方がねインスタでピーナッツがおすすめだよって教えてくれたので今日はピーナッツを出してるんですけれども、一応ね一通り全部食べました。塩バニラも食べたしイチゴも食べたし、なんかねイチゴはだろうねっていう感じの味だった。いちごはもうそのままの味でした。私はねやっぱピーナッツか塩バニラが好きだったかな。どれか選べって言われたらね、塩バニラもなんかちょっと今風の味ですよね。塩キャラメルとかさ、塩バニラとか、あと何があるかな、塩なんちゃらみたいな、塩なんちゃら系ちょっと今じゃないか、だいぶ古いかな、なんかまあでも
どっちかというと新しい味のイメージがしますけれども、そう、他にもなんかカルディ、あ、そうそう、インスタにアップしたからね、なんかカルディ行ってきますって言ってる方もいらっしゃったし、私も買ったよっていう方もね、何人かいらっしゃいましたけれども、そう、トミーさんとビスケットね、あの新しい味が出るとやっぱりちょっとね買いたくなりますよね。そういうのうまいなって思いますね。お店側の企業努力と言いますか、なんと言いますか。そうそう、ホビーラホビーレさんもね、なんかどんどん新しい柄出るから それと同じ感じかなと思いますよね。ファンを飽きさせないっていうかさ、そうそう、ついつい新しいの出るとね欲しくなっちゃいますよね。なんか今度スヌーピー出るけどさ、もう発売されてたっけ、予約だったかな。スヌーピー買った方いらっしゃいます？なんか私も去年スヌーピー買えなかったから今年どうしようかなって思ったりもしてるけどね、ちょっと渋滞してますので、あの在庫がね渋滞気味なので、ちょっと私は我慢しようかなとは思ってるけどね。ちょっとタイトルに入ってるかもしれないけど、私最近ねちょっとまた新しい手芸をチャレンジしたんですよね。で、私 YouTube だと刺し子の動画ばっかりなんですけれども、インスタとかブログの方にはね結構刺繍だったり編み物だったり、まあ、レース編みとか、まあ、手芸はね結構ジャンルがいろいろあるのでビーズしたりとか結構いろいろするんですよ。で、月に何回かはなんかワークショップ行ったりとかレッスン行ったりとかして、なんかいろんなジャンルのね、でなんか手芸かじりかじりやってるんですけれども、あと本屋さんに行くのが趣味で、まあ私はあの手芸コーナーを見るのが好きなので、だいたい片っ端からだいたい見てるかな、いろんなジャンルの。なんかパッチワークの本見る時もあるし、やっぱ洋裁のソーイングの本見る時もあるし、そう、それ昔からなんですよね。学生の頃からいろんな手芸の本見るのが趣味だから、まあそれでなんかそう、まあちょっとねそれがたまにコンプレックスになる時があるんですけど、私広く浅くだからなんかこれに長けてるっていうのがあんまりなくて、それで手芸何でもやりたいのが結構強くてね、好奇心旺盛っちゃ好奇心旺盛なんですけど、そう、それでいろいろやってて、で、そう、それこそねニードルタティングはまあ今回ようやく挑戦することができたんだけど、私ねこれ去年の2021年の1月ぐらいにおしゃべり動画でね、その、まあ、このこういう系の話をした時に、私タティングレース挫折しちゃったんですよ、あの昔やって。で、私が今回チャレンジしたのはこの、ニードルタティングっていうものなんですけれども、これねこのニードルタティングっていう針を使ってやるタティングに今回チャレンジしたんだけど、まあ、昔挫折したのはこのシャトルタイプのこういうカチカチカチっていうこのねシャトルタイプの、タティングをやろうと思って道具揃えたり本を買ってねちょっと自分なりに練習したんだけど、やっぱ独学っていうか自己流じゃやっぱ難しくって、なんか習うきっかけがあったら習いたいなと思いながらなかなかタイミングがなくて、で通いたい教室とかも あったんだけれども、なんか見学に行ったらすごく厳しそうな先生だったので、ちょっと私と合わないなと思ったので、そうそう、見学しただけで終わったこともあった。そうそう、そうだった、そうなんですけど、そうで結局シャトルはね挫折したんだみたいな話をその去年2021年の1月頃のおしゃべり動画で言ったら、動画をね見てくださった方がコメントで教えてくださって、そのシャトルのタティングレース挫折したんだったらニードルタティングっていうのがあるよって教えてくださって、でニードルタティングだとやりやすいよって、さらにこの方の本が分かりやすいよって教えてもらって、私早速本は買ったんだけれども、結局本買ったままそれが2021年の1月の話で1年半以上もう今ね経ってしまってたんですけど、そしたらたまたまねこのニードルタティングを教えてくださるところたまたま見つけて、それでちょっとねレッスン行ってきたんです。実はそれで習って今回チャレンジしたんだけれども、そうそう、それでねこのハンカチをねちょっとなんかこうこのブレードっていうのかな、
これをねニードルタッティングでチャレンジしてきましたっていう話なんだけど、そうそう、これインスタとねブログの方にお写真はアップしてるんだけど、なんかねすごく楽しかった。なんか新しいのなんか技術習得できて嬉しかった。あのシャトルはねすごく難しかったから挫折しちゃったけど、ニードルは分かりやすかったです。まあ教えてくださるその先生が分かりやすい先生だったっていうのと、なんかおしゃべり好きな先生だったので、なんか私もおしゃべり好きだからすごく話してて楽しかったしね。そうそう、とっても素敵な先生でした。で、そうそう、なんか分かりやすくて楽しかったです。またちょっとこれもまた細々と気が向いた時にやろうかなと思って。そうそう、このハンカチもね、あの自分で、これはガーゼ生地のハンカチなんですけど、裏はさらしを使ったんだけどね今回。そう、そのレッスン行く日の朝に慌ててミシンでバーってハンカチ作って、でお昼からのレッスンに参加したんだけど、そう、このねガーゼのハンカチも学生の時に買ったものなんですよ。なんか当時もハンカチ作ろうと思って買ったはずだったのに、結局使わないままね放置してて、もう運年越しにようやくハンカチとして形になったんですけど、なんかねそういうの多いんですよね私。なんか興味が出てわーって買っちゃってやってないとか、なんか押し入れにしまい込んだままとかちょいちょいあるんだけど皆さんもそういうのありますか？なんか長年眠ってるアイテム的な材料とか道具とかですねそう、私結構そういうのがあるので、また気が向いたらなんか、そうそう、あ、そうそう、なんかインスタのそのストーリーで募集したトークテーマの中に手芸道具を紹介してほしいみたいなのがあったので、またどこかでそういうのもしようかなと思うんですけど、なんか買ったけど使ってない道具とか、祖母からもらった網針とか全部号数揃ってるのとかね、うん、そうそう、なかなかね使いこなせてないんですけれども、まあ手芸は楽しいよね、あのいろんなジャンルあるからね。そう、他にもねまだやりたいね刺繍だったりとか、そう、刺繍も技法がいっぱいあるんで、あのヨーロッパも国によって伝統の刺繍がこういろんなのその刺し方、ステッチの仕方が違ったりもするので、そういうのもねいろいろやりたいなと思ってるんですけど、やりたいことがねいっぱいありすぎてもう時間が足りないなっていう感じですねそうそう、作りかけのねものもたくさんあるし、もうどうしようっていうところなんですけど、本当1日24時間じゃ足りないとは言いつつ、なんかダラダラ YouTube 見たりダラダラインスタ見ちゃったりしてるなっていう自分にたまに反省なんですけれどもまあ楽しくやるのがね一番だなって、また改めてねこの間コメントいただいて、楽しくやるのが一番だよって言ってくださった方がいらっしゃったので、本当だなと思って、なんかついついね、うん、あれもやらなきゃこれもやらなきゃみたいになりがちなので、私はあの楽しくやるをモットーにまたいろいろね手芸楽しんでいきたいなとは思っています。ちょっとね長くなってしまったかな、大丈夫かな、途中途中編集入れるかななんか暑い暑いと思ってたけど意外と涼しくなってきた感じはしますよね。ちょっとねもうあのちょなんだろう、涼しい感じもしてきたし、ちょっと日が陰るのが早くなってきた気がするので、これからちょっと YouTube 撮るのがまた大変な時期になるかもと思って、私なるべく、暗い中で撮りたくないので、お部屋の電気をつけて撮りたくないんですよね。あの電気つけちゃうとこの色味が変わっちゃうので、そう、私インスタも絶対あの電灯っていうか蛍光灯の中で撮った写真は絶対アップしないって決めてるんだけど、この間ちょっとリール、これを指している時の動画はどうしても昼間に撮れなかったので、夜ね暗い中ちょっとお部屋の電気つけて撮影したんだけど、そうそう、ちょっとその点はこだわりで、なるべく自然光で撮りたいっていうこだわりがあるんですけれども、まあ、おしゃべり動画に関してはね、その色味がちょっと違ってもおしゃべりメインだからいいかなとは思ってるんですけれども、まあ、また長くなりそうだな。そんなわけで今日もお付き合いいただきどうもありがとうございました。
またよかったらね、皆さんがあのお好きなブランド、こういう色のイメージでこういうブランド参考にしてるよっていうのとか、あとは好きな手芸ね、刺し子以外にもね、きっと多分刺繍されてる方が多いかなと思うんですけれども、あとね、全然なんか私が刺し子してるから刺し子してる方ばっかり見てるかと思いきや、なんか意外とあの私は編み物の人ですとかね、私はつまみ細工の人ですとかね、いろんな方がねいらっしゃって、あ、そうそうそう、つまみ細工で思い出した、なんかこの間ニードルタティング紹介したら、私もちーさんの見てニードルタティングに挑戦したよっていう方がいらっしゃって、なんかうわすごいと思って、そういうのすごいよね、こうパッて見てすぐチャレンジするっていうのは素晴らしいなって思って、私も教えてもらったのに1年半越しにようやくチャレンジしたからさ、その時にコメントしてくださった方はもう私のチャンネル見てらっしゃらないかもしれないからあれだけど、まあ、あの時に教えてくださった方本当にありがとうございました。おかげで本も変えたし、あのニードルタティングにもねチャレンジすることができてよかったです。ありがとうございます。あ、また喋りすぎちゃうから、ここであの動画が良かったよと思っていただけましたら、グッドボタンで応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。またね、ご意見ご感想なども気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。